いやまた麻生財務大臣がね、嘘っぱちをね、並べ出しましたね。これは困ったもんですね。池上キャラさんのせいですかね。要するに国債を切ると、公債を切ると、後々のね、子や孫に借金が行くなんてこと、これも大嘘を言ってるわけですよ。これ今の世の中で理解できてないのって、もうなんか麻生財務大臣だけじゃないかなと思ったんですけども、池上キャラさんもいましたね。この2人ですかね。要するにね、後々の世の中にツケを回すとしたら、これから20年後とか30年後にこの社会人として20代30代として、社会にね踊り出てくる、要するに今生まれたばかりの子供が少ないってことなんですよ。で、今少子高齢化って問題が起きていて、すごく少ないわけじゃないですか、出生率とかね。なんで少ないのかっていうと、それは子供を産んでも育てられることが自信がないからですよ。それなんで自信がないかっていうと、金をね緊縮で絞りまくっちゃって、若い人にお金が全然回ってこないからですよね。そして高齢者にばっかりお金がいってる、でも高齢者にばっかりいってるかっていうと、そんなにばっかりとでもないと。要するに政府が財政支出を抑えちゃって、プライマリーバランスみたいな寝ぼけたことを言ってるから、結局ね、政府って借金をすればするほど国民は豊かになって誰も困らないのに、なぜか知んないけどね、高い給料をもらってる人が政府の借金を減らそうとしてるわけですよ。だったらお前の給料をまず減らせよって話じゃないですか。自分たちはぬくぬくしといてね、で国債を切ったら将来世代に月が増して、もう大きなお世話なんで、将来世代に月が回ってもいいから、もうね、麻生さんがいなくなってからの話なんで、そんなこと心配しなくていいですからね。麻生さんね、将来世代に月が回ってもいいから、どんどんお金出した方がいいんじゃないですかね。麻生さんが心配するようなレベルではないですよ、こんなの。これから生まれてくる子供たち信じてやったらいいじゃないですか。もうなんかね、結局この堂々巡りなんですよ。麻生さんもね、数年前はこんなこと言ってなかったんですけどね、こうやってね、立場を自分のものにするとなんか妙なことを言い出すんですよ。というのがね、やっぱりある国に脅されて日本を弱体化するように指令を受けてるわけですよね。いやー、本当に困ったもんですよね。麻生さんといえばね、90歳のおばあちゃんにいつまで生きるつもりなんだっていう人ですからね。でこんな人がなんでこんな立場にいるのかってことね、本当に憤りをもともに、なんかね、皆さんにもね、いろいろと思いがあると思いますけども、麻生財務大臣がいる限りは将来世代にツケが回りまくりますよ。麻生財務大臣が、将来世代にツケが回したくないんだったら、麻生財務大臣がまずね、そのショックを退いて新しい頭脳に、ね、任せた方がいいです。もう麻生さんの頭の中古いわけですよ。行動力もないし、言い方はね、本当に悪いし、何一ついいことがないと、まあまあ、こういう人がね、この地位に座ってるっていうのは自民党にとってもね、不幸なことですよね。自民党全部が悪いみたいになっちゃうわけですからね。自民党、まあでも自民党もね、減税勢力みたいな60人ぐらいの、だから全部数えたら100人ぐらいいるわけでしょ。なんでお前自民党にいるんだって話ですよ。結局は自民党のうまみとか利権を背負いながら、私たちはいい政治家ですよ、革命を起こそうとしてるんですよってスタイルをやってるだけなんですよ。青山なんとかさんとかね、中心に。安藤なんとかさんもちょっとね、最近は勢いが弱いっていうかね、結局はその党内での出世のことを考えて、言いたいことをきちっと言ってないのかなと思いますね。本当にもうそういうのも込みでしょうもないなと思います。西田昌司さんだけですよ、面と向かって切り込んでくれるのは。西田昌司さん他にはちょっとね、見当たらないですね。まあ、自民党も存外、不甲斐ないと言いますかね、まあ、そういうふうな利権政治になってしまったのかなと思いますよね。私はね、そう思うんですけどね。自民党万歳って人いますかね。総理ともあろう人が1年間にわたって嘘をつき続けても平気な政党をね、もう恥を知りなさいっていうのは誰に向かって言うのかということですよ。もうなんか自民党はね、その人材のオンパレードですよ。お笑い人材のオンパレード。まともな人はいないんですかね。だから野党のね、本当に、頑張りの爪の赤でもね、飲ましてやりたいなと思うところですけども、皆さんどういうふうに思いでしょうか。私はね、今回の動画、今 URL を下につけておきますけども、麻生財務大臣、あなたのためにご子息の借金増やすのか、再給付行わない考え示すというね、大きなお世話だったね、麻生さん。本当に将来の日本のことを一番考えてないのはあなただっていうね、麻生さん。ね、麻生さんはね、将来の日本のことを考えるんだったら、今すぐ定年退職していただいてね、もう釣りでもやってください、あとはね。そしたらね、本当麻生太郎さん、いい人になるわけですから、そこにいるから良くないですよね。もう、これだったらね、町内会の会計さんがいた方がまだまともだと思う。